お前は香里さんが第一声と思ってたよ。だからよ、俺もよ。私もそうだと思ってました。香里が言う前に言おうと思って、多分チャンスが就活って言うかなと思って。うじるやつさ。うじったやつさ。その前に言わなきゃいけないさ。暗黙のルールとしてミキサー触ってる人が第一声っていうことだよ。言うけど、うん、第一声このままだったらチャンスが就活とかって来るなと思ったわけ、うん、それよりも今日は伝えないといけない言葉があるでしょ。なんね、なんね、なんね。12月25日、ジーザスが生まれた日だよ、みんな。ジーザスが。クリスマスよ、クリスマス。あ、ジーザスって言うんですか。そう、イエス・キリストが今日は生まれた日ということで。そうだよね。今日はみんなでね、イエス・キリストの誕生会に集まった感じね。そうだね。そうなんだ。そう。すごいね、番組名がもう全然書き消された状態なんだけど。じゃあメリークリスマスで、メリークリスマスで、ね、改めまして皆さんこんにちは。仕事の楽しさ伝えます、チャンスが瞬活。今週の担当は今週担当は、はい、全員集合ということで、まあ、はい、そのうちの一人の松本一斉です。よろしくお願いします。はい、そしてはい、伊波大志です。よろしくお願いします。はい、そして久高真理です。あ、マリー、お願いします。はい、岡田彩瑠です。はい、お願いします。はい、そしてミキサーやってます伊波香織です。よろしくお願いします。久しぶりだね、みんな。そうだ、全員で1年ぶりでしょ。1年ぶりですか。はぁ、すごいね。すごいですね。およそ1年ぶりなんだね。だ、今日だからもうちょっと2時間前ぐらいがちょっとドキドキワクワクしてたんですけど、久しぶりに集まるということで、嘘ついてるの。嘘ついてるの。本当です。さすがだから今日みんな結構早めに集まったんだね。ちょっとマリとオカさん早かったよね。自分今日いつもより20分早く来ましたからね今日。いや、大川さんが本番2分前到着。マリが3分前。勝った。待って待って、どんぐりの正解。ジュニア、信じられないね。生放送っていう、生放送だよ。でも今日2人でジュニアさん、いや、本当からよ。ねえ、すごい。いいなぁ、ね、しかも、大川さんの帽子、同じのあるから、マリ。色も一緒になるから。ジクシーね、ジクシー。ジクシーだ。ジクシー。緑のジクシー。そうそう。そうそう。みんなは？はい、みんなは？何年？今日、なんか、ほら、クリスマスさ。そうよ。クリスマスが感じられないよね。そうね、そうだね。まあちょっとね、まあ気温も、気温の問題じゃないか。クリスマスは雰囲気よ、雰囲気ですか。あ、じゃあ分かるよ、気温がクリスマスっぽくないっていう感じは分かるよ。何よりちょっとサンタさんがプレゼントもらえなかったので、いくつかや、ちょっとなかったことにしようかなと思って、クリスマスをまだ来てないということで、いい子じゃなかったね。いい子じゃなかったで、うん、ちょっとした疑いを持ってる。サンタを純粋に信じてたら来るからね。あ、マリア君ってサンタさんを疑い始めたらもう来ないって言われてるから、うん、マリア君ずっと来てるよ。そうよ、もうずっとずっと来なかった年一回もない。えらい、サンタさん、すごいね。やっぱ信じるって大事なんだよね。大事、大事よ。そうなんだよ。あんまりちょっとなんか自分以外はあんまり信じない感じなんで。自分かっこいいね、かっこいいね。自分信じるって。かっこいいね。自分以外は誰も信じない。サンタさんですら。なんだろう、人間不信です。いや、一番自分が信用できないけど。恐ろしいやつだ。磯谷たちは仕事納めなの？あ、いや、僕たちは28日までありますね。月曜日、月曜日ですね、はい。小学生はとか子供たちは休み入ります、まあ、ね。今日休み、今日で終わりで、明日から。あ、そうなんですか。休み、ちょっと学生冬休みって、冬休み、うん、いいね。何も休み、何もない、何もないね、何もない、うん、仕事です。年末年始ずっと仕事です。仕事です。大変っすね。いつも何もしてないかね、みんなね、うん、むしろ年末年始のが普段よりも、うん、かるよ、忙しいよね。仕事量多いよね、年末年始。なんか11月ぐらいからね、休みがない気がします。マリ本気でないかも。ないね。年末だってカウン、お昼ラジオしてカウントダウンパーティーして、次の日朝7時から夕方4時までの猿年だよ。集まれ、ウッキウッキ、ワキキみたいな。よくあるよね。めっちゃそういうのね。生放送で、9時からだよ。
んね、もうそういう仕事は二度としたくないと思ったもんね。わかる？またいで正月ね、元旦からのこの番組とかって大変じゃない、うん、飲めないし、うん、カウントダウンして、うん、はいはい、そう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 、楽しめないしね、二度とするかと思ったもん。今回ないのがカウントダウンの司会が入ってて飲みたいんですけど、ね、終わるまで飲めないから。カウントダウン飲んだらダメなの？一応仕事終わるまでは。仕事の内容によるんじゃないですか。だからもうなんか感覚が分からない。カウントダウンは飲んでもいいと思ってたの。仕事であってもみんなで飲めみたいな感じだと思ってる。一応飲ますための司会かなと思ってて自分は多分飲まないはずなんで終わってから雰囲気によるんじゃない？飲んでイエイってみんなと乾杯かなと思った。あ、そういったイベントもあると思うよ。みんなで楽しみながらやろうっていう、ね、イベントもありはすると思う、うん、基本飲まないよね、うん、そうですね。マリそう普段からあんまり飲まないから、でもなんかみんなとカウントダウンでイベントで飲んだ後に大根捕まるかやっていう心配もある。あ、まあ、無理よ、はいはい、うん、ザー無理よ。もう予約しとかないといけない。そうそう、事前予約しとかんと大根が呼べない可能性もあって帰れないっていうところの心配もあるんですよね、うんうんうん、なるほどね、うん、でも楽しみだね。ノンアルがあるからね今ね、うん、ノンアルコール、ね、雰囲気だけ、うん、ノンアルコールのビールってマリあれ酔いそうだけど、うちの、うちの母さんもノンアルで気持ちで酔ってね、うん、あれビールとしか思えない、うんうん、アルコールは入ってないんだけどね。そうそうそう、うん、あるよ ね、 ありますね。ルートビアで酔ったことあるのよ。かわいいね。ビアだからね、ルートビア。ルーツはビールだからね。あれじゃおかわり自由危ないでしょ。危ない。飲み放題だよ。見てみろ、飲み放題。タイムさえるみたいな感じで。基本的に。はい、ということでこの番組はうるま市グッジョブ連携協議会の提供でお送りいたします。はい、この番組 FM うるま、赤崎、あ、ごめんなさい、石川赤崎スタジオから生放送でお届けしております。番組内リスナーの皆さんからメッセージと、まあ番組内で行っている、まあ、川柳コーナーの川柳の方を募集しています。はい、12月の、テーマの方が、何でしたっけ、忘年会、忘年会、忘年会となっております。で、E メールアドレスが 868@fm-urma.com、 ファクシミルの方は 098-965-4868 までお寄せください。はい、また FM ウルマの、ホームページからもアクセスできます。イエーイ、はい、お願いします。お待ちしてます。待ってるぴょんきち。すごいね、何にも引っかかってないようなびっくりするね、はい、何にかけたのかな。はい、ということで今日は年末特番ということ で、 で、ね、まあ今年を振り返りつつ、うん、はい、まあ、どういった風にね、まあ、みんなが感じて、まあ、反省点があれば、うん、まあ、次回どうするかとか、良かったところはまあ伸ばしていこうかという感じでちょっと話していければいいかなと思います。だから全集合、全集合です、はい、はい、すごいなと思うのがこのうるま市グッジョブ連携協議会っていうのがラジオだけじゃなくて、はい、例えば社会人講話とか、はい、出前フォーラムとか、うんうん、各あの高校とかに出かけてのフォーラムとか、はい、あと子どもたちの仕事体験、あのチャレンジジョブとかもしてますよね、はい、うん、私たちもそれぞれにいろいろと関わらせてもらってて、その会場でお仕事させてもらったりとかしましたけど、はい、うん、はい、なんかね、私たちはそこに行って参加するだけなんですけど、準備する側、うん、だから、ね、磯谷氏とか美濃江さんとか、何ヶ月も何ヶ月も時間かけて作り上げるもんね。そうそう、学校と打ち合わせしてとか、子どもたちの要望を聞いたりとかって、はい、いろいろやってたと思いますが、うん、そうですね、まあそこら辺はちょっと自分以外がやってるので。そっか、伊勢市広報担当だもんね。そこに担当じゃないから僕担当じゃないですよ。みんな大変だったみたいみたいな。もう管轄外なんだよね。管轄外なので僕の場合ちょっと、まあ、肩から見ててね、はい、まあ、当日、まあ、会場の準備を手伝ったりとかっていうのはあるんですけど、まあ、この直接学校となんか打ち合わせだったりっていうやり取りが大変だと思う。なんか大きい場合はね、あの学校でやる、はい、あの出前フォーラムだったらスタッフも多いけど、うんうん、そうじゃない時って一人だもん ね、 ね、社会人講話とかも、ね、あれすごい ね、 ね、一人で行って一人で旗の準備して、そうそうそう、汚れかけてね、帰りみんなそれ持ってね、紙袋から何からね、持つよって言ったら全然大丈夫ですって。え、俺持たされるけど。あれ人見てるかも。全然持つけど。いいですか、香里さんって言われます。人見てるね、人見てる、車あっちですって言われるのに。
夏目さんにどこに行くの、車どこで、あっちです、車あっちです、やっぱり優しい人分かるんだはず、うん、恐ろしいよね、そうなんだ。でもなんか嬉しかったのが、この間川崎小学校で、はい、社会人講話させてもらって、うん、はい、その感謝状というかお手紙いただいたんですよ。これは全員分いただいてて、本当になんか嬉しかったですね。こんなに直接メッセージもらうことってラジオやっててもないので、感想が、感想が、うん、マリもめっちゃ嬉しかった。マリ綾橋小学校でやったんだよね、うん、はい、前に。すごいよ、小学生からのこのメッセージの一つに、久高、うん、マリさんは素直で可愛い人だなと素直で可愛い人よくわかってる素直で可愛い子供たちから見てそう思ったんだね。だいたい同級生ぐらいだはずやつだったねあのね、ね、俺も一緒ぐらいなんだはずと、いいね、可愛いね、可愛いな素直で可愛い人っていいね、ストレートなんだはずね、多分ね、言葉がね、一応嬉しかったね、うん、嬉しいねまさか小学生に言われるって思ってなかったんだけどなかなかないな、そうやって言われる機会はね、子供たちで、ね、子供たちからこの感想文とか言って、逆になんか自分がなんか恥ずかしくなってこないですか、うん、なんか読むのが恥ずかしいというか。俺もらったことないけどな。あ、もらったことないですか。いや、多分持ってんじゃない。あると思いますよ、うんうん、渡されてない、渡してないんじゃないの、渡してないのかな、渡してないんだ。じゃあ今日じゃちょっと至急戻って確認します大丈夫よ、大丈夫なんか大川さんだけ気になるってちょいちょいあるね。そうね、あれ俺だけ違うっていうのがちょいちょい出てくるね。でも分かった、なんか私たちはパネリストだったり、うんうん、社会人講話とか側じゃないですか、うんうん、大川さんってコーディネーターのイメージが強くて、でも社会人講話もやってるよ、やるよ、そっか、多いはず、そっか、講話やってるよ、あれそっか、あれアンケートを書かすでしょ、アンケート書いてもらうと思うよね、でもらってるさ、それ大川さんはもらってない、あ、おかしい、もらってないですか、おかしいね、見たことはない、あ、でも大川さんに対してのメッセージとか読んだ覚えは、読んだ覚え、あ、自分ちょっと担当じゃないのでそこら辺ちょっとあれなんですよ結構適当にされてるからね俺ね対応がね、大丈夫です、どうせあげても大川さん読まんよねみたいな、なんか感覚込めてるし、ね、結構読んでますよ ね、これ読もうよ、端から端までね、うん、自分は真剣に、はい、あれしようね、取り組んでるんで別に大丈夫ですよ、うん、どんなでした、なんか社会人講話とかして、うん、なんか逆に私の方が勉強させられるっていうか、うんうん、私の場合は例えばラジオで喋ってる人の立場から例えば、うん、コミュニケーションのやり方とか、はいはい、マナーとかちょっと絡めながら喋ってくださいとか、うん、あと歌も歌ってくださいってリクエストがあったりして講話しながら最後は自分の曲1曲歌ったりとかっていうのをさせてもらっていて、歌があると強いね、いやですね、実は子供たちもっと上手い子とかもいるんですよ。で最近は本当にありがたいことに日の当たる坂道のイントロ聞いたことがあるっていう子が多いので、あ、あの人だみたいな感じで反応してくれるのがすごく、ラピスね、いいね、ラピスね、そうなんです、そっか、そういうのか、だって子供たちの中には将来アイドルとか歌手になりたいという人いますもんね、いました、どの学校にも大体いると思う、あや足にもいたわ、そういえば、あ、本当、うん、小学校にも女の子が一人、へー、メイクの仕事つけたいって言ってたんだけど、うん、話聞いた後はそういうプランナーとか自分も出る側になりたいっていう女の子、うん、あ、いいね、うん、で、車も連れて出てたもん、そのそうなの、友人の宴に、マジ、そうですね、うん、気づかなかったんだけど、そうねあれって言ってあの女の子から声かけてもらった、確かにすごいね、もうすでに新しい道スタートだ ね、それがきっかけで、うるま祭りもそうだし、ゆうゆうウォークでも子供たちが、はい、そういえば喋ってた人だよね、香里さんだよねって言ってくれる子が増えて、なんか、うん、嬉しかったですね、嬉しいね、うん、地元の小学校って行った、宮森とか行ってないですね、何も天章行ってないな、行ってない、地元は行ってないな、あ、地元行ってないです、伊波章、天眼章、あ、伊波章にも行ったよ、行った、あ、いたよね、伊波章、ね、うん、はい、城前とか行ってないよね、城前、宮森、伊波章はないね、多分まだやってないのかな、天章もないんじゃん、天章もそうね、天章は多分やってるのか、あの、これ学校
によってまたあるんですよ。違うもんね。選べるんですよ。あのこの職場観察、うん、マナー学習、社会人コアということで、ね、3つあって、まあ、全部やる学校もあれば、あ、まあ、一部だけやるっていうところもあるので、うーん、なるほどね。いいよね。大川さんどんなでした？この面白かった。中学校も行くんだよね最近。はいはいはい。よかつ行ったけど、よかつ中、うんうん、よかつ中の1年生2年生を対象に話してきたけど、はいはい、話する内容が別にね、小学校の子供たちに対する内容をちょっとだけレベルアップしたような話で、はいはい、通じるしね、うんうんうん、ちゃんと答えも返ってくるし。中学生は大川さんがいい。大川さん絶対。なんで、はいはいはい、話聞きたいって思わせるもん。うーん、面白いし、俺あんまりあの話しないよ。で、かといってちょっとした怖さもあるさ。あ、怖いはずな。舐められないし、はいはいはい、で、だいたい中学生って聞きたくないから、こういうの、うんうん、前に振り返るとわかる気がする。だけどちょっと引きつける人だったら聞きたいし、ましては出てくる言葉が結構パンチがあるのだから、うん、お母さん結構なんて言うんだろう、自分たちと同じ目線、同じスタートな感じがするから、そんなにあるはずね。聞きやすいし、興味持つはず。で、勉強してよって言うよ、うん、後悔するからね。後悔するからね。今なんてやっとけばよかったって思う。遅いからね。遅い遅い、今でやった方がいいよって。今でもいいかも。中学生一番人選大切かもね。そうだね、中学生である程度道が決まれば、高校とか、どこ選ぶかとか、はい、これも決まってくるから、うん、勉強しだよは言うね、うん、やってた方がいいよって。マリでもやっぱマリなんかもこの舞妓の出前フォーラム、うん、でやっぱ出たもんね。みんなが言ってた、うん、勉強しとけばよかったって、ね、全員が全員、だって今だって興味持ってやりたいと思っても、うん、なんだったらやろうと思えばできるけど、まあ、時間がない、うん、で何からしていいかもわからない、うん、だからもうこんなね常に勉強できるような環境があったのに、そうそうそう、持ってないよね。中もおしゃべりしてからもう無駄なおしゃべりよ。無駄なおしゃべりなわけよ。どうにもならないの。あと学校行くことね。そうそう。そうそう、3年間ね、限られた時間よ、言っとくけどこの3年ってって。絶対後悔する、ね、で後悔しても取り返せないから時間って、失った時間はね、うん、大人になって勉強しようと思ったら自分でなんかね、気を貸したりなんか買ってきて、お金もかかる。そう、で自分でやろうと思ったら集中できないよね。絶対無理やん。違う、ましてやもう子供とか生まれてたら、もう子供がパー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 とかなって、ね、もう絶対集中も、うん、なんだったらまず頭の吸収の率が変わってきて全然違う、覚えれないぞ。そうなわけよ。高野豆腐状態だからやん。もうなんか入ってるよね、水分がね。昔はいっぱいで吸収できたもんね。そう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 、入ってこないのに今なかなか、ね、先生方っていうこの教えるプロがいるっていうのがやっぱり一番いい環境なんだ。質問したら教えてくれるじゃん。そう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 、戻れたら勉強するよね。するする、本当にする。あの頃に戻れたら、なんであんなにおしゃべりだったんだ、うん、あと恋もするよね。するな。マリ高校生の時誰とも付き合ってもないわけ。俺もだわけ。あ、一緒。お母さん高校3年間、ね、ちょっとお付き合いとかしとけばよかった、ね、わじわじしない。あの制服デート。そう、制服デート、ね、やっとけばよかった。本当にマジで誰でもよかったやつだもん。ダメよ。じゃあ一緒に帰れたりするから。それすらもやってないのに。しとけばよかった。ないと思うよ、うん、学生時代でも恋愛したら大変じゃない。なんで？やっぱりね、振られたりとかした時の邪魔してた。いや、よし、大使は付き合ってたの。こういうのがいいんだよ、でも、振られてる。大切よ、ね、うん、あとまた女性は、それでなんか友達とのバランスがね、うん、確かに、うん、難しいね。いいよな、いいね、難しい。いろいろやりたいことあるね、高校生の時も。だから学生の時はそういうことばっか、だからそういう話しかしないもん。だから興味があるわけ。やりたいことを見つけるとか、じゃあ見つからなかったら好きな女の子に毎日会いに来るっていう地名で学校越えて行ってからさ、うん、こういうの大切よ、本当に、うん、中学校は大川さん前に本当に勧めるから。なんでよ。違う、マリ絶対話聞かない子だったわけ、どちらかというと、うん、俺も聞かない子よ。体育館で何かやね、あの、はい、朝礼です、何かってやっぱ集中力が。聞いた方がないもん。確かに俺もないもん。むしろ、あ、唯一ちゃんと聞いたっていうのは、アゲナ中学校の時に木田翔吉ちゃんとチャンプルーズが舞台に来たわけよ。うん、あれぐらい、あれぐらいだったわけ、うん、ちゃんと聞いたって覚えてるのは、うん、俺平富さんと荒井幸人さんが来た時、す中学校の時に荒井幸人さん来たんですか、うん、すごい平和学習で、平富さん、いいね、幸人、うん、さんが歌って、うん、富さん喋って、最高だね、うん、
はやっぱ見てたね、本物なのにみたいな、なんかそんな感じだ。なんか正吉さんも知ってはいるけど、まあ、そこまで興味なんて全然なかったわけ、うん、中学校だけど、うん、だけどやっぱり引きつけるものがあるんだよね。だからそういうの人生大切だね。もう中学校って変なんだしね。もうおしゃべりして話聞かないのがかっこいいってちょっと思ってたりするしね。で手あげたら少し、ダサいダサいダサい、手すごしてるやん、ちょっと話聞いてたの、ダサいみたいな、あれなんだよね、ある瞬間なんなのかね、手あげたらなんかダサいって思われるね。手あげてるからかっこいいけどね、あれもっと若いうちから小学生から手あげる癖つけさせたよね。あれ大人になってもあげなくなるんですよ。あげなくなるよ、意見言わなくなる、意見言わなくなるんです。そうか、そうなんです。マリとかあげるって言ってもちょっとふざけ半分なのはあります。で会議終わらんっていうや、長くなる場合よ。そうそうそう、だけど多分大川さんみたいな話をしてるのだったら、この真剣に話を聞いてる人以外にも興味持った人が手を挙げるはず。でなんかあげやすい、ちょっとやんじゃな男たちが携帯スマホ触ってたらなんか怒りそうだしね、なんかオーラ的によ、大切だから一回見て集中しないとっていう、怒るよね。何か写真撮るのかってね、すぐ拡散しろよってフェイスブックあげるよって LINE でちょうだいやとか、ね、データちょうだいよって言ったりね。そういうのはね、相手の気持ちに結果になったらね、そう、自分がこの立場だったらどんなだったら聞くからっていうのはやっぱ前にもあるかも、話すときに、うんうん、はい、ただノープランでいくからね、いつも。わかる。私逆なんですよ、テーマが決められてて、学校からこのテーマを喋ってくださいって言われるから、それを子供たちに、小学生に分かるようにどうやって喋ろうかなっていうのがよく、テーマって合ってないな、合ってないものとしてる、テーマは無視してる、脱線の女王だからもうね、いいよね。脱線ごれないだね。脱線ごれない。ネタにしたいぞ。説明してねってやったりさ。全部できるんじゃね。テーマ決めていくんだね。決められてきますね。このテーマお願いしますって。だって何でもテーマってつながるよ、何にでも、まあね、全ては必然は確かに、ね、この人の言う全ては必然も、何とでも作れるさ、確かにね、だからテーマあんまり集中してないかも、意識してないな。あ、でもなんだかんだパーって言ってさ、だいたい40分ぐらいやるでしょ、こう終わって、やって一番最後に、まあ基本的に俺なんくるってあの言葉の意味教えるんだけど、もうこれしか印象に残ってないんだよね、子供たちってね。なんかでも多分それが一番大切なんだよね、だからそこに行くこの過程が大切よっていう、これが全くなくて答えはないし、あの簡単に使える言葉じゃないしっていうことだけだけどね、だから最終的にこれが痛いんだけどさみたいな感じで終わるんだけどね、基本的には。でも何か一個でもね残っててくれたら、その子たちにね、そうだね、みんな大体違うもんね、言いたいことね、そうね、あ、確かにな。タイさんまでやったことなかったですか。嘘、社会人こう一人ででしょ、まだない、まだないです。 こっちから受けてやるっていうことはない、学校側から直接っていうのはありますけど、いつやったちからその授業で怖ないの。まだない。待って待って、大使の存在とかはみんな一応わかる。大使さん存在ですか。何のこと言ってんの。忘れられてるの。忘れられてるよ絶対。大丈夫です。大使さんあのよく事務所にくあの顔出しに来るので。暇なの。暇なの。あの俺役所に商工観光課に、あ、そういえば磯谷何してるかなって。じゃあこれよ。あの電話取らんわけよ。あの電話取りたくない人だからね。電話取らんから、電話取らない。商工観光課行ったついで、あ、磯谷いるかなって言って、そうそうそう、電話取らないんじゃなくて自分電話気づかないんですよいつも。私いつも事務所に電話するからね。そうそう、周りに人がいるときに電話で話したくないタイプだから。あ、そうそうそう、あれ電話来たからいつもダッシュで外まで行って電話しますけど、
でなんか不思議なことにこっちからかけてきて、俺がたまたま、あ、取り損ねて、でも15秒後にかけてるんだよ、うん、なのに取らんときあるからね、さすが。その十何秒の間で携帯どこ置いたのっていういいね、すぐ不携帯にするんだよ、ほんのにね、あれ不思議なんですよ、ある意味、羨ましいですね。そっから半日かかってこないからね、そう、なんだったらずっとかかってこないのある、うん、いやでもあの時間が遅いなと思ったら自分電話しないんですよ、あのだいたい7時ぐらいだったら電話しないですよ、絶対自分の中でルールを決めていて、これ以降はもう時間が業メンバーよ、ね、遊びとかだったら別だけどね、うん、前だからもうヤマピーに連絡したりするもん、あ一応なんか一応決めてますよ、何時からもう電話し返さないとか、でもその朝というかまあ昼にまでには電話するっていうのはやりますけど、うちらなんて11時過ぎとか当たり前に来るよね、12時とか、うん、ちょっとそれやっちゃうとちょっとごちゃごちゃするので、自分なんか何ですかね、自分一つのことをなんかこれって決めたらこれやっておきたいので、途中がなんかバッと入ってくるのが嫌なんですよ、意味わかります、ね、今一瞬意味わかる、意味わかります、大川見えた一回ないで大川できたあれ間違えたね、本当に間違えたすぐ大使あ呼びしてまさかあれすぐ気づいたけどね俺は自分二度見しましたからねなってたあれ消えないからね、送ったらね、自分だからメッセージ消そうかなと思って、相手の多分消えないだろうなと思いながらもうずっと焦ってて、一回大会しないとよ、もうやちょっと名前消したいんだったらびっくりした、一応まさか LINE にまで書くなんていない時はほら、よく読んでるけど大川言ってないですよ、もう普段からちゃんと大川さんって言ってますから、ね、あれまだ残ってるんじゃないか残ってますから、ね、残ってるはずよ、ちょっと立て直しましょう余計電話取らなくなった紅白なって一旦ここで曲を流したいんですが、です、ね、はい、あ、でも曲選んだの一緒やですよ、あ、そうですね、あの何でしたっけ、あのよくケンタッキーで流れてるケンタッキーね、ほんでねケンタッキー商品名どんどん出すよねクリスマスが今年、竹内マリア、竹内マリア、あれ竹内マリアなんだね、素敵なホリデーですね、自分も名前が分からなくて曲名じゃあその曲でいいですか、はい、お願いします、はい、お届けします、アルバム持ってるんだけどな曲名分からない、素敵なホリデーだっけ、素敵なホリデーでしたね、なんかホリデーって言ってましたね、また入ってるからね、あ、入ってるの、はい、毎段マイク上がってますもう曲流してると思ってみんな仕事はい、竹内まりやで素敵なホリデーお届けします、
この番組はうるま市グッジョブ連携協議会の提供でお送りしております。先ほどお送りしました曲が竹内まりやさんのナンバーから素敵なホリデーをお届けしました。あっマリアだ今乗ってなかったね。磯谷のセレクトですからねこれ。なんで巨トンとしてるの。いや違うこれなんで磯谷がこの曲選んだのかなと思ってながら、ただケンタッキーのだけでしょ。昨日ケンタッキー食べたんでしょ。あ、いや、そうではないですけど、ただクリスマスの曲何がいいって言われたらこの歌しか頭になかった。この歌しか、はい、そっか。長いよね、確かにこの曲になってからね。ずっとだね。毎年ね、いつも毎年カリオとのにね、ヒットなんだろうね。あー、何かやっぱこのポイント、うん、こうクリスマスの曲なんですか。一応素敵なホリデーは一応クリスマスに合わせた曲じゃないか。クリスマスが今年もやって、うんうん、でもあれまでしょ、コカ・コーラもずっとだよ、ね、あれだもんね、愛だよね。愛だよね。そんな感じハッピーですね。ハッピーですね。ああ、一回何かハマってしまったらいいですね。うんうん、なんか昔はワムのラストクリスマスあったね。が必ず流れてた気がするけど。うん、山下達郎ね。山下達郎ね。山下達郎もいいよな。いいよ。あれ30年ぐらいになるんですよ。ね、JR 東海や。ね、あんなに色褪せない。うん、色褪せない。沖縄は JR ないのに。なかなよ。JR ないのに JR 東海の CM をずっと流れてたもんね。ああ。なんなのかね。あれって分からんよね。30年、30年もうなんかがもう中学生じゃないか小学生ぐらいの時から流れてるからな。30年なるよね。なるなる。はあ、すごいわ。名曲だね。名曲だね。すごいね。今日テーマ何だった。クリスマスだった。クリスマスだった全員集合で言ってみれば1年の何かね締めくくりというか。締めくくりということです、はい、クリスマス以外の話ね。はい、何があったかな。何したっけ。あでもほら今回そうだよ、ヒープーさんがやったさ。そう、マイコーのマイコーで、はい、マリさんも一緒に、うん、創立70周年のリレーフォーラム、ね、ワッター未来、はい、すごいよ。面白かったよこれも、うん、みんなマイコー生でやったの。そうそう、琉球大学教授のヒープーさんのいとこね、前平隆博さんと、うんうん、はい、SA20 インターナショナルの中西さえりさん、もともとモデルめっちゃ綺麗、でアドスタッフ博報堂の政務執行役員の上津康弘さんと一緒にやったんだけど、やっぱりいいよね。でみんなの共通点は出身、みんな不真面目だった。マイコー出身で上津さん見ててそうだもん ね真面目な人がいないんだ。いないわけよ。ヒープーさんの時とかやっぱ時代時代が、うん、まあ、なんか結構世代が一緒なんだはず、うん、もう面白いのがモテてただわけ。確かにね。あだそれが理由でお笑い目指したみたいな、うん、学祭、舞台祭、高野祭とかね。面白い人モテてたよね、うん、面白いか、なんかギター弾けるとかなんか音楽やってる人とかがモテてた。あでもね、俺なんか自体はバンドはあんまりだったね、バンドやってるのは。何なんかバンドはそこまでいなかった。ダンスはすごかったな。ダンスいたね。ダンスだ、そうだ、ダンス甲子園の時だ、うん、時代的に、うんうん、ダンス甲子園だった。なんかダンス、ヒップホップだった。ストリートダンス、ヒップホップダンス、ストリート系ね。だったな。かっこよかったね、スケボー片手でね。一つ、うちらの一つ上がダンスとバンド。バンドだったら旅ん中。あで、ダンスってサウンドテロとか、うんうん、そっか、SK とか、そうそう、あのメンバー活躍してましたね。すごかったよ、もうさ、今前子がみんなお利口だわけ。みんなさ、ちゃんと話聞いてるわけ、うん、確かに。ヒープーさんが言った言葉が、うん、大丈夫かって言った、うん、このメンバーがそれと一応みんな興味持って聞くんじゃない。じゃなんか、うん、ほら前中だったら一人でもちょっと騒いだりとかいるさ、聞かないとか、みんながみんな真面目すぎて、うん、もうなんか逆みたいな感じだった、うん、わかる。本当に大丈夫みたいな感じで真面目な生徒相手にふざけた大人が喋るみたいな感じだったわけ。まあ、70周年のイベントっていうのもあるもんね、うん、これね。あるある。一応本当に素晴らしいイベントだ。でみんな超いい子だったわけ。すごいな。本当によかったなって思う。話聞いててもマリガもみんなの話聞いててもすごい興味あったし、うんうん、いや結構すごい話聞けそうだもん、うん、面白かったよ。で生徒からの質問とかもさ、うん、面白くてさ、うんうん、ちゃんと質問あったんだ。あったあったあった。一個あったっけ。
意思項もありましょう。結局な、4、5人手挙げませんでした。あ、挙げたんですか。あんまり覚えてない。挙げてたはずですよ。しかも大川さんが当ててるよね、絶対ね。取りネタだから。いやいやいや、手挙げた人でどうぞっていただけて。俺どんなに自分あるだよ。俺母校でやるときダメ。あ、だから母校来ないんだぞと思う。ゆるい、ゆるいっていうか、なんか厳しいはず俺、暴行に対しては。あ、なるほどね、後輩だから、うんうん、いったちゃっぴらかすんどっていう表情だはず。完全な的にね、うんうん、なんか、うん、そんなところあるかもしれないな、うんうんうん、高校に関しては、うん、実際これ酔った勢いで言ってるからね、俺あの、この、あ、この出前フォーラム作ろうって言ったの。あ、はいはい、そうだよ、高校行こうって、うんうん、その場にいたよね、周りね、うん、で、一番最初、志向に行こうって言ったの、うん、母校だからって言って、うん、だった、はい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 。ただ、あれだよ、だから生徒を怒るに行こうだったんだよ、これ、うん、一番最初ビシッと言いたいこと言おうってなった、うん、後輩をたっぴらかしに行こうっていう、うんうん、あの、なんか仕事やる気がないとか、うん、もういいんですよって話聞いた、うん、じゃあもう行ってからね、うん、あ、もう浴び苦してこうっていう話だったわけ、うん、一番最初、はい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 。でも、アビクルするのはダメだからってなったわけよ。まあ、そりゃそうだよね。学校も引き受けないと思うからね。アビクルしに行ってからね。行ってからあれでしょ、うん、すいません、各高校を回って後輩をアビクルそうっていう企画なんですけど。どうですかね、校長。企画しには書けないよね。確かにね。だから書いてなかった。アビクルス。アビクルス。書かれてなかったよ、アビクルスは。一番最初言った時に。企画書持っていたときいいね、サブテーマぐらいやったら載せきれそうじゃない、ね、アビクルスタッピラカスタッピラカスオッドンチャータッピラカスみんな真剣に聞くはずね。聞くよ、聞く、ステージにずっといると思うなよ、俺って言ったからタッピラカス怖いよな。でもやっぱ確かにな、どこからこんなアイディアが生まれるかわからないね。だよね、うん、いや基本アルコール入ってる時はね出てくるもんだよね。うん、ちょっともう今もうね、最初にあの思ってたアイディアとはもう違う方向性に似てるからね、うん、まともだもん今。確かにタイトルもね、うん、あの What's a future? What's a future? What's a future?いいよね、だから就活をどうのこうのじゃないんだよね、うん、はい、もう自分の人生っていうか ね学園生活どう過ごして卒業後どういう、うん、あの方向性で自分人としてどうしようかっていう意味合いになってるから、うん、なんかかなり広がりましたよ ね、うん、そうだね、マニもそうだ、就活について何も話した覚えないな、ね。ね、でも実際そうじゃない、うん、チャースが就活で行った時もそういう話だもんね、うん、大まかな大きな括りでなんか話みんなしてくれてるような感じだから、うん、ね、マリア君だって同じような高校生活過ごしてたからやっぱ分かるもんね、うん、だからその目線から言えることとかもあったりするから、ね、確かにね、逆に教えてもらうこともいいけど、逆にどんな話してほしいのかね、高校生ってね、うんうん、どんな、ね、職種の人に来てもらいたいのかあると思うんですよね。一番何が人気なのかな、まあ、高校にでも違うと思うんですけど、専門校とは普通校ともね違うよね、あとね、保育関係も結構多いんで、うん、看護に進む人とか、うんうん、だからそういった人たちを実際にね講師としてパネルディスカッションとか、そうですね、うん、じゃあ実際に出前フォーラムでまあ、聞いたことがある人もそうだし、まだ自分たちの学校に来てもらってないっていう人たちでもいいので、この番組宛てにメッセージいただいて、あの、こういった先生呼んでほしいとか、こういう話聞きたいっていうのがあれば、うん、そうね、こっちにメールもらえば担当の人に渡しますっていうことで、うん、そうですね、はい、私の方から直接、うん、そうね、話して交渉するっていう形もできるので、いい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。その方がいいかもしれないね。お待ちしております。メールアドレスは 868@fmulma.com 868@fmulma.com、 ファクシミリは 098-965-4868965-4868 までお送りください。よろしくお願いします。はい、お願いします。本当ね。それではここでちょっとメッセージを、はい、
来てる。ご紹介したいと思います。ラジオネームうるまきのこさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。今週もお邪魔します。ラジオネームうるまきのこと申します。うるまきのこ。美味しそう。うるまきのこだったらうるまシュールも良かったのにね。本当だね。うまいね。さすがだ。大川さん、そういうとこだ。全然メッセージでいいから先に進みます。ラジオネーム否定されてるね。うるまシュールオルマキノコ。はい、磯谷さん、先月は川柳のダブルグッドありがとうございました。あ、いえいえ。そして直しいい、ね、またお前かって今思ったでしょう。ごめんなさい、直しさん今週お休みでございます。そうなん、いないね。さて、先月末に12月の川柳のテーマが発表されなかったので、磯谷さんの気持ちに思いを巡らせ、きっと12月のテーマはマイナンバーだと予想し、2、3句用意していたのですが、まさかの忘年会ですか。あ、すいません、忘年会です。わ、はい、かりました。では10年前の私の実話に基づき一句。お、いいね。ちょっと待ってくださいね。よし、いいよ。さすがにマイナンバー難しいよな。マイナンバー難しい、まだ分かってない。ブレイクを信じた私、即移動。あ、いいや。ブレイクを信じた私、即移動。おお、いいね、はい、ブレイクを信じた私、うん、即移動。即移動。それではこの判定をまず磯谷氏に行っていただきましょうか。これ天気はどれですか。これですか。はい。初めて触るみたいな感じだね。はい、鑑定して。はい。おー、めっちゃよかったんだ。これうるまきのこさんの好きだね。うるまきのこさん好きなんですよ。合うね、合うね、合うね。いつもうまいよね。わかりやすいし。はい、あれは忘れもしない2005年12月17日の当時働いていた会社の忘年会での出来事。社長や専務部長が今日はブレイクオーで会社のあれこれをざっくばらんに話そうというので、あれこれ話をしたところ、うん、私の物おじしない物言いとあれこれトークが問題意識が高いとなぜか評価され、忘年会の次の週、総務部から営業部への異動の事例が来ました。そして1月から営業として外回りをすることになりましたと。さ、まあよくある話ですかね。よくあるんだ。ないんじゃない。では皆様残りの時間も頑張ってくださいね。バイビローといただきました。うるまきのこさん、ありがとうございます。でも確かにブレイクって言っておきながら行ったらちょっと激怒したって話はよく聞きますけど、あれブレイクってブレイクじゃないよね。じゃないですね。ブレイクってないよ、うん、あれもないない。まず言いたいこと言えるんだったら言ってみるよ。わかるだろって感じ。暗黙の了解なんですね。真に受けちゃダメな言葉よ。そうそうそう、ブレイクはね。あと意味を分からないで使ってる人もいるはずだけどね、うん、ブレイコーのね。なるほどね。なんかブレイコーって勝手にタメ口使っていいみたいな感じを思ってるけど。フレンドリーにね、みんなみたいな感覚って思ってる人もいるかもしれないけどね。難しいですね。すごいな。即移動って大変だね。でもうるまきのこさんはいい方向ですよね、うん、あの問題意識が高いから、うん、じゃあ君ちょっと営業行ってみないかみたいな、うんうんうん。すごい。即移動だからまだいいんじゃないですか、うん、畑が全然違うところに移動させられるのもね、うんうん、怖いね。営業に、あ、そっか、総務から営業って言ったらね、うん、全然違うからね、うん、怖い ね。でももしかしたらその見た方がうるまきのこさん営業の方が生き生きとできるかもっていうのを、まあね、発言力があるから、うん、かもしれないですね、うん、そっちに向いてるからそこがいいんじゃないかっていうね。すごいね、怖いね。即移動っていうのは怖いですね。でも移動って本当にそんなすぐ決まるみたいよね、うん、あとあの東京支社に行くとかね、うん、1週間後とかで、ね、1週間後とか恐ろしいよね。本当に本当にそれぐらいっていうからね、あれなんでかのかわいそうよね、うん、心の準備もできないみたいな。大変よね。まず部屋どうする場合だし、うん、本当に1週間後とか当たり前のように聞くからね。私ないかなと思うんですけどね、東京支社とか超行きたい。わかる、マリもやりたい、マリ外国やりたい。あ、いいね、うん、海外に転勤、ね、拠点は沖縄だけど、なんかちょっとね、あ、そうよ、ニューヨーク行ったやつだ。思い出の地ニューヨークに。本当によ、うん、とっても深い思い出作って戻ってきてるから。今アパホテルがね
ニューヨークに新しく作って。そうなの、うん、へぇ、もうすごいってよ、ブルックリンとかすごくアクセスいいところに作ってるらしいよ。へぇ、今度泊まるときそっちがいいよ。そうそう、ラブホテルでしょうね、ニューヨークね。どこに行くのも10分以内で作って。あ、ほんと、うん、タクシー泊まるかな。泊まるよ。泊まるかな。泊まるかな、大丈夫。乗車拒否なうっていうね。7台すごいね。あ、このマーリーがニューヨークの真ん中で泣いたんだから、ね、タクシーが止まらなくて。マンハッタンで、ね、タクシーが止まらなくてだけじゃない、じゃないんだ。いろんなことで、もうやばかったよね。やばいから、某撮影でね、うん、いろんなことで、いっぱい、もういろんなことありすぎて、うん、映画かけるよ。そうよ、いいね。久高マリが号泣だからね。帰りたいって帰りたいってなって、ニューヨーク帰りたい。なかなかないよ、ニューヨーク。エルマ祭り行ってから、もう全然寝てないけど、デイジなんか元気だって帰ってきたって、お母さんってね。エルマ祭りの前の日だからね、うん、帰ってきたのが。びっくりするよな、面白いね。すごいな、これは何、なんか当たるわけ。あ、これフルメンバーに選ばれた。そうだ、今月のこれ最後だから、最優秀選ばないといけないんじゃない、うん、最終。いや、もう選んだるでしょ、伊勢屋のことだから分かってるでしょ、今日が最初。いつもあの最後に、うん、あの事務所で持ち帰っていつも選んでる。あ、事務所に持ち帰ってもう一回見直して、見直して。うるまきのこさん先月優秀取ってない？先月違う、先月は、先月また別、貯めるのはストレスじゃなく現金を。ラジオネーム桑井常久さん。これラジオネームだと何でもない。本名でしょ、桑井さんだね。あ、先月のテーマが、しかもゲストで来てからだよね。そうです、そうです。ゲストで来て選ばれてる。10月のテーマがストレスだったから、11月なんだ。11月はメモ、メモです。メモか、はい。で、今回12月がまあ忘年会。あ、そうか、じゃあ年明けのやつ、年明けに乗ります、これは。いいね。じゃあ1月のテーマも決めときましょうか。あ、そうだよ、決めたらいいよ。決めたるでしょ。マイナンバー、なんで新年、まさか新年会だったら、これ新年会に変えたらまだ取れるはずが。新年会新年会、即移動ってくれ。ブレイコ使えるからね。、うん、まあこれメールもらってちょっとマイナンバーにしようかなと思ったんですけど、うん、ちょっとマイナンバーまだ導入が始まったばかりでちょっと難しいかなっていうのがあるので、まあとりあえずまあ新年ということで、うん、やろうかなと思ってるんですけど、うん、スタート、スタート、どっち、新年、そのまま新年だっけ。新年あまり やりすぎるとちょっとなんか難しくなるかなと思ってて、少々お年玉ってやろうと思ったんですけど、ちょっと違うかなっていうのもあって、ね、あ、でもそっか、新年って言っとけば、うん、お年玉にも全部仕事、そうね、ちょっと拾いやすいかな、初詣とかにもなるかもしれない、初夢とかね。あ、そっか、仕事に関することね。お年玉もらいたいな。いっぱいあげないと。いっぱいもらい、あげるからよね。新年、はい、ちょっとじゃあ1月はちょっと新年でちょっといきたいと思います。はい、じゃあ1月のテーマは新年ということで、皆様からメッセージお待ちしております。俳句ね、7757、5757、なぜ7から始まる、7からスタートか、むずいな。ラッキーセブンがずっと頭から575ですね。はい、575で作ってお送りください。よろしくお願いいたします。それでは今年7って、いやあれみたいな、一回こっち見てチェックしようと。それでは今年最後の放送ですね、まもなく終了になるんですが、早い、今日は全員集合なので、せっかくなのでみんなから一言ずつラジオ聞いてる皆さんにお願いしたいと思います。はい、誰からいきますか。伊勢は最後でいいんじゃない。今年はじゃあ皆さんどうでしたでしょうか。それぞれやりたいこともあったと思いますし、それができなかった人もいるかもしれませんが、はい、大丈夫です。年はまだまだたくさんありますから、はい、自分のペースで好きなことを形にしていく、そんな年にしていただければいいかなと思いますんで、良いお年を。はい、お母さんでした。お母さんが今教えてくれました。2015年絶対にスタートすると言っていたヨガをまだやらずにいます。2016年こそはスタートさせて、いい、ね、なんかね、ちょっと羽ばたこうと思って、いい、ね、なんか自分がキラキラできるような2016年にしたいと思います。いいと思う。2015年はお世話になりました。来年もよろしくね。イエーイ、まっちゃんでした。2015はですね、地盤を作ってきたので、はい、はい、これを来年形にする年だろうなと思ってますので、それをできるように
あ、なんか一年一年ちゃんとやることに意味があるんだなと思って。モグロ福蔵で締めて、モグロ福蔵で締めて、モグロ福蔵で。ね、だからまあ今年掲げた目標は漢字一文字いただきっていうね、うん、僕闘牛で頂点取りたいっていう、うん、そうだみんなで漢字一文字作ったもん ね、 ね、だからそれを残念ながら頂点取れなくて約束を破ってしまう形になってしまいましたので約束を破りましたねみんな分かるかな大丈夫かな、ね、無理やりのふりにどうにか答えた方と思ってますよ僕は。ありがとうございます、はい、したはい、ありがとうございます。じゃあ私も今年の、はい、多分目標は多分ね前磨くだったな性あの動かない、うん、静寂の性の方で、うん、はい、だったんですが結構ですねいろいろと新しいことにチャレンジをする年で、うんうん、来年は教室を開きます。やだえ何教室お茶教室茶道教室いい、はい、開くことが決まりました。いい、まあ、ちょこちょこと活動していたものがですね実際に身になるというか、うん、来年こそは地に足をつけてどっしりと構えたいと思います。はい、ということで今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いします。すごい香り宣言香り宣言あ香り宣言なの。私は草花という名前でやります。名前が名前が草花必ずみんなつくんですけど、イハ草花になるのじゃ、うん、なんて呼べいいんだろう。草花お茶目、うん、がそうか、ね、そうか、そうか先生になります。へえ、かわいい名前、いいね、そうかって、うん、そうかちょっと変わったちっちゃい通話業ででもそれで覚えてもらえますじゃあ最後に伊勢よしお願いします。はい、締めということで、はい、ですね、今年の自分の目標が漢字一文字で多分どうということで動いて、ね、動くだったね、動くっていうことだったと思うんですけど、うん、まあね、今回からちょっと、今年はちょっと自分の中でいろいろと、決断することがありまして、うん、はい、まあやっとで自分の気持ちも固まって、まあ、決断する部分も決断して、まああとよくスポーツとかやってたんですけど、うん、なんですか、三日坊主みたいな感じでやってたのを、まあ、今年はまあ継続して続けられたりと、まあいろいろ自分の中でまあ忍耐力もついて、まあ、決断するところも決断できたので、まあ、次年度はちょっと新しくなんですか、自分の中でのステップアップにつながる年になるのかなと思っていますので、うん、まあ、皆さんもそのような年を迎えられたらと思います。はい、まあ、今年度も残り、まあ、3ヶ月ぐらいまだこのラジオ放送もありますので、うん、まあ、来年もよろしくお願いします。はい、はい、イエイ、お願いします。ありがとうございます。それでは今年最後の放送、はい、はい、この番組はうるま市グッジョブ連携協議会の提供でお送りいたしました。一本締めしよう。はい、ね、いいよ、はい、一本締めよう。お母さんの かご声で、はい、じゃあ思いついたことを一人振るよやすごいよね、それね。じゃあ本日の担当はってグルーって言った後に一本締めで、はい、お願いします。じゃあやっぱり先輩から、はい、あ、香里から言ってお母さんにピンと来ました。はい、じゃあ本日の担当は伊波香里と、はい、松本伊勢也と、はい、伊波大使と、久高真理と、大川田彩春でございました。それでは皆さん、いよいよ年を、まずは一本締めよー、よいお年を。